この辺りならいいかな。うん、よし、誰もいないみたいだ。そっか。じゃあ。おう。お、大阪じゃねえか。へい。お前の親友、ラブリーユアエンジェル、浩平くんですよ。気色悪い自己紹介すんなよ。なに怒ってんだよ。どっから湧いて出やがった。湧いて出たはひでえな。そっちから走ってきただけだぞ。すごいね、お前って常に全力疾走で移動すんの。そんなバカがこの世に存在してたまるか。バカ、嫌味に決まってんだろバカ。セナちゃんを探して走り回ってたんだよ。セナ？さっきまで一緒に歩いてたんだけど、はぐれちまってさ。な、セナちゃん見なかった？知らん。そっか、じゃあ見かけたら携帯で連絡くれ。っていうか捕まえといてくれ。わったよ、見つけたらな。ところでお前、妹と二人でどこ行くつもりだったんだ。映画館。妹とデートだぜ。うらやましいだろう。全然、俺も妹とデートだし。何？紹介してやろう。ありがたく思いやがれ。高坂桐乃です、はじめまして。ああ、はじめまして、赤木浩平です。高坂の妹さん。はい。いつも兄がお世話になっています。ああ、いや、こちらこそ妹がお世話になってます。おい、高坂、お前妹さんと仲悪いんじゃなかったのかよ。話に聞いてたのと全然違うぞ。すげえいい子じゃないか。実は俺もびっくりしている。ん？どうして？やれやれ、自慢の彼女だよお前は。バカ。デートの邪魔して悪かったな。俺はもう行くよ。おう。セナチ、すぐに見つかるといいですね。サンキュー。俺らも見かけたら連絡するよ。頼む。んじゃ。あれ？今気づいたんだけどよ、霧のお前、セナと知り合いなのか？うん、まあね。へえ、いつの間に？夏コミで黒いのに紹介してもらったの。ふん。
ずいぶん親しくなったのな。セナチーなんて呼んじゃってさ。うん、なんか気が合うんだよね。向こうもオタクだしさ。変な趣味だけは真似すんなよ。え、ああ、うん、当たり前じゃん。何言ってんの？一応言っておくけど、俺赤木みたいに腐女子の列に混じって BL ゲーを買いに行くのはごめんだぞ。大丈夫だって。多分邪魔者は消えた。うん、ねえねえお母さん、あの人たちチューすんの？行くよ。お前も頑張るね。うるさい。一度やるって決めたんだから、やるの。そうかい。お前らしいよ。ふん。じゃあ、ほら。おう、じゃあ行くぞ。ガーッ！セナチー！